んは、スタジオ湖北です。あらまあ、今日はなんとまあお綺麗どころがずらりと今夜もね、長浜、バイオ大学の町屋キャンパスから生放送でお送りしていきますが、今日はね結構寒かった。ちょっと雨もね、長浜の街中降ったりしてたんですけど、皆さんはなんか暑い感じでございますね。暑いです。暑いですか。なんか今日も街歩きされてきたんですか。はい、もう昼間に。あら、素敵ですね。しっかりやってた。ね、今日の前半特集はね、そんなあの着物で街歩きなんていうね、お話を伺いますが、気遊会の皆さん、はい、手挙げて。はい、おお、はい、ありがとうございます。さあ、そしてね、長浜バイオ大学名工祭の人たち、手挙げて。はい、あ、はい、若いもんがよろしくお願いします。か、長浜チャンネルチーム、手挙げて。あれ、シーンですけど。はい、よろしくお願いします。それから、長浜街中フェスタご紹介いただく皆さん。はい。あ、はい、あ、いい、いいですね。なんか先生、はいっていう感じですね。はい、よろしくお願いします。そして、震災で消えた小さな命展ご紹介いただく方。はい、あ、香取さんね。前原が今日はね、遠くからありがとうございます。さあ、こんなメンバーでね、今夜も賑やかにお送りしていきたいと思います。まずは、週末のね、風景からご覧いただきましょう。まずはこちらです、どうぞ。さあ、里山や町全体を美術館に見立て、さまざまな芸術との出会いの場を作ろうというイベント、余呉まるごと里山芸術村2014が長浜市余呉町で10月17日金曜日から始まりました。地域の人の思い出がいっぱい詰まった魅力ある地域資産の一つ、旧余呉小学校のこの木造校舎をメイン会場に、古民家やお寺などで鉄のアート、これね、楽器なんですよ。本当はすごいちっちゃいの、これ私大感激してしまったんですけどね。こんな鉄で作られたアートですとか、おなじみ谷田由紀さんのチョークアート、今回ね、この余呉芸術村には初登場だったそうなんですけれども、はい、こちらですね。それから大橋さん、米原在住のね、大橋さんによる塔の明かり展、こちらもね、この余呉の、はい、芸術村ですから同じになりました。赤、ちょっと暗いところにね、これ塔をこう切っていろんな形にしてあるんですけれども、そこをこう光がね照らされて、とても幻想的な空間、これお寺だったんですけれども、その他にも絵画やね、書道などの作品が展示されていました。また滋賀大学教育学部の学生さんたちと余呉小学校の子どもたちによるコラボの竹のね遊び、これね、みんなでこんな風に形を作って飾ってあるんですけど、この今学生さんの前にあるのはね、竹の楽器、いわゆる木琴みたいな感じなんですよ。でこれをね叩くといろんなね音階で、音楽がするの、これすごい楽しかったです。こんな竹遊びみたいなワークショップも多かったり、あとはジャズやクラシック、バレエなどのステージコンサートが多かったのが今年の特徴なんですね。で地元余呉の所在や食材や湖北の伝統料理を取り入れた地産地消プレートランチ、こちらがね、昨年から始まって今年も大人気で、実はこれ私もう売り切れで食べられなくって、はい、前日行かれた方のお写真をねちょっとお借りしたんですけど、美味しそうでした。こんな風にね、素晴らしいアート、秋の里山でのアート散策を、まあ、県内外からたくさんの方が訪れてゆっくりと楽しんでいました。この余呉まるごと里山芸術村2014は10月26日、今週の日曜日まで開催されます。さあ続いて、木の本参りましょう。10月18日土曜日、今年で9回目の開催となります、琵琶湖ダンスフェスバウンドが開催されました。今回ちょっと趣向を変えて、木の本スティックホールで、今までコンテスト形式であったものもショーケース形式に変更されての開催です。これまでバウンドに参加してきたチームを中心に、県内外から多くのチームが参加したということです。そしてですね、なんとサプライズゲストとして、1990年代の初頭、ニューヨークでヒップホップカルチャーの牽引役となったレジェンドグループ、ミスフィッツ、ね、ミスフィッツっていうのかな、はい、これのラーバーバンド、ラバーバンド、はい、ラバーバンドという、ね、グループが登場したそうなんですね。で木の本出身のプロダンサーで、このイベントのプロデューサーでもある群青さんですとか、それからパーカッショニストの坂東さん、そして津軽三味線奏者のね、方なんかも登場して、まあ、三者によるゲストのショーで会場は大いに盛り上がったということだそうです。お天気の心配がないからこう、ね、室内での開催もいいですよね。はい、琵琶湖ダンスフェスバウンドでした。
さあ続いてはじゃあジミーちゃんにねちょっとレポートしてもらおうと思います、はい、ピンクリボンですね。はい、はい、そうですね、うん、今年3回目なんですけど、うんうん、滋賀県ではこの長浜だけがこのピンクリボン啓蒙活動されてまして、はい、場所は長浜市の方向へのところで、うん、やっておられました。はい、はい、で今年はちょっと若干こうイベント姿勢をちょっとこう抑えて、うん、その乳がんでの検診について、うん、皆さんにこう知っていただこうという啓蒙活動の方をちょっと重く向きを持って、うんうん、今回は活動されてましたので、はいはい、まあ、10月がねこの世界規模での乳がん啓発 ね、キャンペーン月間ということで、はい、それにちなんでと、いうことですよね、はいはい、当日はだからなんか乳がんの相談専門医による相談コーナーとか、そうですね、で、うん、今年はマンモグラフィーの検診者がなかったので、うん、いろいろ事前に、まあ、来年に向けての準備活動も含めて、うんうん、今回は活動されてました。なるほど、ね、で来年は10月18日開催されるんですけども、はい、その来年はマンモグラフにも来ますので、まあ、そこで、はい、来年はちゃんとこう検診していただくような、まあ、準備を今からいいです、ね、しているという感じですね。そう、はい、なんでこれ日が決まってるかって、実はもう10月の第3日曜ってね決まってるんですよね、はい、これなんかどこでもマンモグラフィー検査がこう気軽に受けられるようにということで、そうですね、はい、そういう環境を作ろうということで取り組んでおられてるのね、うん、聞きました。なんかライブとかもあったんですね、ヨシケンさんとか、うん、キャンセハマイメさんとかで、キャンセハマイメの森エヌちゃんがですね、うん、今回は MC をやってくれてまして、うんうん、はい、いろんなブースもこういった形でですね、うん、インタビューをかけてくれました、うん、はい、でおなじみ最後は、ああ素敵ねえ、長浜城をピンクリボンでライトアップした形で、非常に幻想的でしたよね、うん、で今回は噴水もずっとこういうふうにこう出しっぱなしにしていただいてまして、うんうん、去年はこう出たり出たり出るっていうか、うん、こう噴水が大きくなったり小さくなったりしたんですけども、今年はずっとこういった形で出しっぱなしにしていただいたという配慮もあって、うん、はい、すごい綺麗でしたね。ねえ、これ一人でも多くの方にこの、まあ、乳がんの早期発見につながるね、そうですね、検診について知識を高めてもらったらいいですよね、はい、そうするとなんかなんか悲しみからね、うん、一人でも多くの人がこうね、救えるっていうかな、はい、そういうことですよね。であとできれば、はい、そのスタッフさんもなかなか少人数でやってますので、うんうん、来年以降ですね、こういった形のスタッフとして参加していただける方もぜひ募っていきたいということで、うんうん、そういったものも、そういった方々もこれから応募していただきたいなと思ってます。はー、ジミちゃんも参加されたんですか？今回は昼頃から9時頃まで、うん、あ、そう、はい、写真撮ったり、うん、後片付けしたりいろいろと、はい、させていただきました。でもこんな風にその、ね、当日の写真をね、はい、きちんとこういろんな人にね、はい、この放送もそうだし Facebook なんかでの写真アップでね知ってもらえるってとても大事なことですよね。そうですね、はい、うん、はい、お疲れ様でした、はい、なんか最後1枚素敵な写真があるよ。これねちょっとふとね、息抜きに夕焼け見に行こうかなと小川に行ったんですよ、うん、そしたらちょうどカップルの方というかウェディングドレスを着た方がおられて、うん、なんか撮影をされてましてね、うん、でちょっとこういった形で写真を撮らせていただきました。これ何指と指がピッとハート型みたいな、ハート型になってますよね、はい、すごいね、なんかちょっとね、ジェラシー今頃ジェラシー感じてもないかって言うんですけど、なんか恥ずかしくなくできるっていうのがすごいと思わない？やらされるんですよ。そうですか？ピッとこうやってね、なんか私映画思い出したんだけど、これは E.T. それとは違うでしょ。なんかこういう感じこうね、あ、女性らしいことも気持ちいいです。はい、じゃあ素敵な週末だったんですね、はい、ジミちゃんもね、はい、参加者もね、はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、さあもう一点、同じくね秋晴れの10月18日土曜日なんですけれども、この旧長浜市のね中心市街地一帯で長浜着物大園遊会が開催されたんですね。500名以上のね、若い着物姿の方が、この街中散策を楽しんだということなんですけど、当日はねこの長浜バイオ大の町屋キャンパスで、実はねスタッフを私ちょっと講師をさせていただいて、動画のねちょっと、演習
講座っていうのをさせていただいたんですよ。でその一環で長野バイオ大学 の学生さんにも街中でね撮影してきてもらって、その中で、ね、お一人のね作品がとってもよくできてたので、今日それをねさっと最後にご紹介させていただこうと思います。長浜バイオ大学バイオサイエンス学科2年次生の木村さん、可愛いねあの女の子なんですけど、彼女が撮影したビデオで、長浜着物大園遊会のね街中の様子です。こちらご覧ください。どうぞ。去年同じ園遊会のとここでやらせていただいたんですね。ここ会場なんですけども、ここでちょっと、お着物の着付け直しの先生とちょっとお約束着物をする着るお約束をしたので着てきました。はい、着物大園遊会はもともと長浜というのは、浜ちりめんの産業が栄えた町です。ただ昭和になりまして、衰退して、でなんとか復活しようということで、長浜市の観光が、仕掛けた園遊会で、今年で30回目になります。ご覧の通り、着物を着た女性の方々が今日一日街の中で楽しまれるイベントとなっています。ということでね、バイオ大学の木村かんなさん、ビデオどうもありがとうございました。さあ着物の話題といえば、ここにもまたずらずらとね、素敵な着物姿の方がねお集まりです。それでは改めてご紹介させていただきます。今日のね、特集、前半特集です。着物で遊ぶと書いて着遊会の皆さん方です。ご紹介させていただきます。まず私のお隣ですね、着遊会の代表ですね、はい、はい、野村佳代子さんです。ようこそ。はい、こんにちは。そうじゃ順に、はい、お隣ですね、あ、おひさ、おひさ小林陽子さんです。はい、こんばんは。さあさあ、お隣ですね、はい、あ、戦国じゃないんですね、今日の格好はね。はい、カブト柄です。あ、カブト柄、あ、そうか、はい。塚本ひろえさんです。こんばんは。ようこそ。さあ、そしてお隣あね、はい、山本ひろみさんです。ようこそ。はい、またシックな、ね、柄のお召し物でいらっしゃいます。さあ、そしてではね、後ろ側行きますね。どっちから行こうかな。あ、こちらね、はい、あ、こう言ってんじゃなくて、なんていうの、こういうの、どく言ってん、どく言ってんですか。西村康弘さんです。こんばんは。でもなんていうの、着流しっていうかな、ね、かっこいいね、男性のね。さあ、じゃあお隣参りましょう。井川さんですね。井川靖子さんです。こんばんは。はい、なかなかシックな色ですね。はい、ね、何色って言うんだろう、こういうの。デニムなんですか。デニムの着物なんてあるんだ。はい、わあ、すごい素敵。はい、ね、さあ、そしてそのお隣参りましょう。マス、ハスタ、あ、ハスタニさんです、はい、失礼しました。ハスタニ国江さんです。はい、ようこそ。もうちょっとだけ引いてもらえますか。あの、せっかくのお着物がね、ちょっと映らないでね、お着物映るように。そうですね、はい。さあ、そして最後お待たせしました。これは石川えりさんです。石川えりさん、はい、こんばんは。よかった。またカラフルな、はい、ね、お着物、何を、着物の上にストールを、あ、着物の上にストール、そんな着方もあるんですね。はいはい、
はい、じゃあちょっとねここから早速お話伺うと思います。さあ棋友会、まずこの着物で遊ぶ会って書いて棋友会、これどういう活動されてる団体さんなんですか？はい、まあ文字通り着物で遊ぶっていう会なんですけれども、うんうんうん、まずあの勝手になんですけど、うん、毎月22日を着物を着ようではないかって決めまして、うん、22日、はいはい、で開催している会なんですが、うん、まずあのちゃんとね正式に着物を着る、うん、一番端の彼女みたいに着物を着るっていうのが普通は着物なんですけど、うんうん、そうですね、はい、うんうん、あのこの横とかこう、うん、袴とかね、あ、そうそう、袴なのね、小林さんね、小林さんの下袴なんですけど、うんうん、ちょっと腰上げてもらっていいですか？こういう感じで着物と袴になってたりとか、あと後ろは先ほど言いましたデニムだとか、あとこの子はジーパンの上に履いてたりとか、あ、本当でした、ジーパン、はいはい、楽ですね、はい、それね、はい、であと先ほどあったああいうちょっとストールしたりで、野村さん自身で私はまあ男性の着方を女性版でやってるっていう着流しスタイル、これもほら何かこれも帯揚げをもうちょっとストール代わりにしてる、でこういうふうに帽子もね、帽子も帽子です、はい、みんなちょっと帽子率が今日高いんですけど、本当ですね、合わせちゃう、はい、でそんな感じで、うん、着物でとにかく遊ぶっていうことを目的にして、でもう着物着れない、私だから参加できないじゃなくって、うん、下駄だけでもいいんです、うんうん、羽織だけでもいいんです、うん、それで参加していただける着物初心者さんにたくさん着てほしいなって思うゆるい会です、うん、へー、はい、これまたなんでそういう会をしようと思ったんですか？ね、うん、私が、子供の頃から着物が好き で、うん、でただ、着ていく機会ってなかなかなくて、うん、でまあ普通結婚式だとかいう形で何かの儀式ごとじゃないと着ないことの方が多くて、うん、だから普段やっぱり着たいなって思ってた時に、じゃあなんかどこに着ていけばいいだろうって思って、うん、いろいろ考えた時に、あ、長浜ってね、浜ちりめんの町だし、うん、きっと町中行けば着物合うんじゃないだろうかと思って、こう町を見た時に、うん、割と似合いそうな雰囲気なんですよね、町が、うん、でそれだったらまあただ単にお茶しに行けばいいんじゃないの、うん、って思って、うん、それで友達を誘って、うん、お茶しに行かない着物でっていうことから始まりました。あ、はい、そうね、最初のあたりのね、その棋友会の1回目2回目あたりの写真ちょっとね、はい、ここから拝見しながらお話伺おうと思うんですけど、はい、あ、これこれは盆梅の時ですね、はい、あ、まあ、盆梅に着物は似合う感じがしますけどもね、はい、これがね、これあの盆梅の続きで、あのジミちゃんも映ってますけど、うん、お酒をいただいてるシーンですね。やっぱでもこう街中着物で歩いてると結構いろんな人から見られるでしょ。そうなんです、うん、悲しいかな、うん、あのどこ行きですかって言われちゃう。どこ行き、どこと今日何があるんですかって聞かれちゃう。なんか特別なイベントがあるみたいな。そう、特別なイベントですかって聞かれて、うん、じゃあそれはちょっと悲しいなと思って、うんうん、やっぱり長浜の街に着物を着て出かけたい街になっていただけたらいいなっていうのも私の中にあって、うん、どんどん着ようっていう回ですね、これ。先ほどねオープニングもご紹介しましたけれども、まあ、着物大園遊会とか、それからまた今度11月にはね、着物大学でしたかね、はい、そんなようなあの割とこうかっちりとしたイベントっていうのもあるわけなんですけど、うん、またそれとはちょっと違うっていうことか。そうですね、全然もう自由に私が勝手に、うん、もう20日は着物を着ましょうっていう会をしているので、うんうん、お気軽にもう時間が合えば行ってこか、うん、みたいな感じで来ていただけるといいかなと思います。あ、なんか楽しそうな感じですね、はい、でそれに、まあ、最初は一人でこう呼びかけて、はい、でだんだん、うんうん、この横にいらっしゃる方がまたビヤーっと広げてくださいまして、うんうんうん、後ろの方へビヤーっと渡ったっていう感じですね。あ、なんか最初一本釣りしたのがどん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 こう連れてきた、ネズミ座敷の、ね、あ、そうなんですか、はい、でとあの着物っていうだけでさっき言ったみたいに、まあ、下駄でだけでもいいっておっしゃったけど、まあ、なんかどんな着物でもいいんです、いいのね、いいですし、もう、うん、和が好きだったりとか、うん、あの着物ほんと着れない人結構多いんですよね。そうなんですよ、うん、やっぱりこう着物っていうとまず構えるじゃないですか。あ、なんちゃんと着ないといけないとか、自分で着付けができないみたいな、季節関係あるかなとか、そんな一切関係していただくなくて大丈夫で、うん、もう本当に洋服感覚で、うん、あの洋服この色が好きとか、うんうん、あ、これストールしちゃおうみたいな、うん、そんな感覚で取り入れていく、へー、うん、感じでしていただけると楽しめるかなと思います。ちょっとじゃあ他の方にもね、はい、あの一言ずつ聞いてみて、じゃあ
小林さん、はい、小林さんもね割と置物好きって言うんですけど、はい、この9回なんかピピピンと来ちゃった。そうですね、うん、もうフェイスブックで1月、うん、2月こう見て、うんうん、もうこれはぜひ行かなきゃと思って3月から毎月参加してます、うんうん、あもうじゃあ3月からもう回収席、はい、回収席、はい、あそうなんですか。どんなところが着物のなんか魅力なんですかね小林さんなりに、うん、私はあの普段も着物を着てあのヨガを教えてますので、うんうん、着物を着るだけで日本人の体をこう整う、うんうん、着物はやっぱり日本人の体に一番良いということで、うん腰紐締めたりね、うんうん、足袋を履いたりして足首を締めたりそういうところを、うん、もうそうするだけで、足が軽くなったり冷え性が改善したりするっていうこともあってでもちろんこのおしゃれでね可愛いですしね、はい、大好きです。なるほど、うん塚本さん、はい、ゆえさんと私は思わず言ってしまうんだけどね、はいはいはいねうん、ゆえさんはどんなところが着物、はいどんなとこが好きってありますか。そうですね、うん、やっぱりあの、まあ、今の仕事につながるんですけれども、うん、やっぱり一番興味を持ったのはやっぱり入り口は着物でして、うん、あの母がずっと和裁をやってたんで身近に着物がある環境で、うん、でもあの結婚する前に母はやっぱりちゃんと着なきゃダメだからって言って、うん、あんまり結婚する前は着させてもらえなかったんですけども、うん、でもまあ晴れて長浜に来て、うん、であの野村さんとその発足する前に着物で気楽に遊びたいよねみたいな話がフェイスブック上であって、あいいですよなんかカラオケとか行きたいですよねとか言ってて、あじゃあやってみようってなってそれでずっと1月からあの参加させていただいてます。やっぱりあの本当にこうやってちょっと面白い生き方も気軽にみんなで一人でやってたら変な人なんですけどもでもみんなでできるから本当にいいなって思ってます。山本さん、山本さんね、なんかあの、はい、割とこう見た感じ正統派の着物美人かなっていう感じがするんですけど私も野村さんにお誘いいただいて、うん、1月の初回から、うん、私はもうあの本当にやっと着れるのがやっとなところからスタートですので、皆さんにあの教えていただきながらあの参加させてもらってます。あの今日ねお召しの着物はこれなんかもみじの柄がねちょっと胸元に入ってるんです。ちょっとカメラさんちょっとアップしていただけますか。素敵なね季節感を感じるね、ねいいですねはい、さあまたねあのお知らせまた後でお話伺おうと思うんですけど、で具体的にじゃあ着物を着て、どんなことをしてるかというと、はい、うん、してるかっていうと、うん、とにかくお茶をしに行くっていう何をするでもなく、ただ集まってお茶を飲んで喋ってさようならっていう感じの会です。はい、そんなじゃあまたちょっとね写真ここからこう見ながらねお話伺おうと思うんですけど、はい、今写ってる感じの、うん、ああ本当だ、とにかく美味しくお茶を飲みながら着物で集まると、やっぱ着物の話だったり、うんうん、あの共通点がね着物という和というもので共通点があるので、うんうんうん、割とあの話も初めて会っても割と話が弾むんですね、うん、はい、それであのわちゃわちゃ喋って帰ってます。あの今までにねその着物を着てジャズコの街歩き遊会で参加してなんか印象に残ってる場所とか、はい、楽しかったことってあるかなって、じゃあちょっと後ろのね、はい、方々に聞こうと思うんですけど、井川さんですか。うん、はい、はい、そうですね、私は先月皆さんであの楽しいお酒を飲ませていただいたので、はい、あの着物と通じてね、あの新しいすごく楽しい仲間と出会えたことがすごい宝物です。うん、あ、そっか、着物を通してまた楽しいお仲間と出会うのね。橋谷さんはいかがですか。はい、あちらのカメラの方できたらね私をじっと見つめていただいてもいいですけどせっかくなんで、はい、あの今までいた参加した中で何かこれが特に印象に残ってるなんてありますか。そんなに参加したことないので、うん、あの先月とその前にちょっと、うんうん、あのきっかけは、まあ、お着物はもともと好きだったんですけど、うんうん、そういう話を伺ってて、こういう会があるから、うん、
参加するともっと深められるかなと思って参加させていただいて、で夏だったら浴衣で、うんうん、あの簡単に参加できるということで、うん、夏の浴衣から参加させてもらいます、うん、浴衣だったらね、はい、ちょっとこう気軽にね、はい、着られるかなっていうなんか気持ち、ここから今あとなんかここも行ってみたいとかいうのありますか、なんか着物着てあそこ行ってみたいとか、まだちょっとわからないです、これからね心配ですもんねはい、じゃあ石川さんは、はい、うん、7月に、木の本の縁日があって、うんうん、ちょうど22日が、夜から縁日始まるっていうことでちょっと準備段階やったんですけど、うん、その、にぎやかになる前にちょっとお地蔵さんにお参りしてっていうイベントがあったんですけど、それが遠征でいつもは長浜なんですけど木の本で開催されるっていうのがすごい、またみんなで電車に乗って行くっていうのも楽しかったかなと思います、うん、あ、はい、電車に乗っていくっていいですよね、はいはい、目立つしね、そうですね写真なんかも結構バンバン撮られたりするんじゃないですか、なんか異様な雰囲気なのか撮られませんね、うん、そうですそうじゃない、あ、そうなのじゃあこう、何どこ行ってんってさっき言ってたけど唯一、あの、うん、今日は男性一人なんですけど、うん、あ、いつもはもっといらっしゃる、いつもはもう一人男性がね、あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんだ、はい、で、西村さんはまたこうこの会に参加しようと思ったなんかきっかけとか、いや、僕はね、ただただ好奇心、好奇心、うん、っていうか、あの、ね、去年の今頃に来年はなんか着物が着れたらなと、うん、ふと思ってで、うん、年明けてからフェイスブック見たら、うん、この球界の、 あのページがあって、うん、で僕はあの皆さんと違っておいでって誘われたわけじゃなくて、うん、自分から参加しますって言って、うん、言ったんですけど、うん、やっぱねこういう状態なので、うん、すっごい居心地が悪いというかそうですかやっぱね、あのね、女性ばっかの中に男が一人ポンと入るとやっぱ居心地が悪いというかこう圧倒されるというかそうですか、はい、可愛がりません、はい、はい、可愛がってますでもこうそれがほら例えば洋服の回だったらまたもっとなんかねもっとひょっとしたら居心地悪いかもしれない着物だからね、 ね着物っていう共通のね点があるから、そうですね、ね、はい、なんか割とだから初めての人もポッと打ち解けやすいかもしれないですよね、彼をはじめとして男性の方にもたくさん来てもらいたいなって思ってるので、ぜひぜひ PR して居心地が悪いもうもうでもすっかりそう言えるってことは多分もう居心地いいんだろうね、多分ね、本当にそう思ってたら言えないもん、2回目ぐらいから、うん、あのあやっぱ行こうかなとか、うんうん、あの思いますので、あ、はい、思います2回目からっていうことです。なんかそのこの棋友会をやってて、あるいはこの参加してなんか自分の中で変わったこととか街の見方歩いててあとかなんか発見とかそんなのありますか、皆さん。やっぱり、うん、そうですね、長浜の町自体に着物文化があんまり浸透してないなっていうのはちょっと寂しいところかなと思うんですね、うん、で園遊会とかねああいうふうに大きなイベントはしていただいてるんですけど、うん、なかなかその長浜である意味ってみんな分かってきてないような気がするんですよね、うんうんうん、浜ちりめんがあるっていう流れからやっぱり長浜で園遊会があったりとか着物大学があるっていうその辺がなんかもっと浸透してて、でまたこうやって普段のように着物を着るっていう人口がやっぱりもっと増えてほしいなって、うん、で私たちがこうやって歩いてても変な集団がいるっていうふうに思われないようになればいいなって思いますね、はい、なんかこうちょっとじゃあハードル垣根を低く、そうですそうです、もうとにかくみんなでやれば怖くないっていう感じですねはい、じゃあ今後のなんか夢とかね
こんなこともしてみたい、こんなところにも行ってみたいなんて、そういうのありましたら最後に教えてください、はい。まずこれからなんですけど、私が今やってるこれは女性の着流しスタイルっていうことで、ちょっと先日からちょっとやってるんですけど、うん、ここで普通ね、胸紐で締めて着るので女性は結構しんどいものなんですけど、うんうん、これだと本当男版と一緒で腰紐を、うん、締めるだけなのでほとんどしんどくない、でご飯もたくさん食べられるっていう利点があります。それいいですね、はい、こういう着方とかも着ていただいたら伝授させてもらいますし、うん、まあ、ゆくゆくは私の夢の中にこういう着物のねメンバーが100人以上集まってパーティーをしたいっていうのがあるので、うん、皆さんぜひ参加していただいて、うん、その際には集まっていただきたいなって思ってます、うん、はい、いや結構また増えていくような予感しますよ、はい、私も参加してみたい、はい、ぜひ行ってください、はい、着られないんだけど自分一人大丈夫です大丈夫ですか、着物と腰紐一本持ってきていただければ その場で着せます。あ、よかった、はい、はい、さあじゃあ 今私みたいにね、ちょっと興味があるな、着ようか、私もちょっと行ってみたいなって人はどうしたらいいでしょう。Facebook の方で、うん、ご案内させてもらってます、うん、あれはなんだっけ、長浜市のご案内なんでしたっけ、ホットニュース違う何だった、みんなで作る、みんなで作るイベントイベントなんとか、はい、みんなで作るイベントなんとか長浜市のイベントガイド、あれにも毎月載せさせてもらいました、てるので、はい、はい、もともと単独のやつでも載せてますし、うん、もしくは野村佳代子で検索いただいて金融会に入っていただくとか、うん、いう形で検索してみてください、次回もじゃあ22日ということで、はい、次回そうそう、ね、紅葉がありますので、本当だね、はい、今度ちょっと遠征で高槻の方に行きます。あ、素敵素敵、はい、ちょっとランチを踏まえつつ、うん、紅葉2カ所回りますので、うん、もう計画できてますね、はい、計画できてます。11月22日ですね、はい、ちょっと限定23、4名ぐらいになるかもしれないですし、うん、超えれば30ぐらいまで行きますので、ぜひぜひよろしくお願いします。詳しくはね Facebook の方でね検索してみてくださいということで、さあ今日の特集はね、着物で街歩きね、着遊会の野村佳代子さん、そして皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いては今月のスタコホリコメンド、キャンセ浜姫です。どうぞ。確かなものなどどこにもないけど、感じているこの手の力を、たとえ目指す先が遠くても、遠さもすらたどり着ける明日へ。
て長浜ご当地ユニット実行委員会では、彼女たちのように音楽やダンスで夢を目指していきたい若者を対象に、キャンセ浜姫のメンバーとともにダンスやボイストレーニングのレッスンを受け、一緒に頑張ってくる練習生を随時募集しています。詳しくは長浜ご当地ユニット実行委員会事務局電話 0749-825900 番までお問い合わせください。はい、さあということで、あ、ちょっとね、またメンバーが変わりました。あの前半ね、たくさんチャットもいただいてます、ありがとうございます。またあのエンディングでね、ご紹介させていただきますね。さあここからは毎月第2週目と第4週目は長浜市の職員さんにご登場いただきまして、長浜市のいろいろな取り組みをご紹介いただきます。長浜チャンネルのコーナーです。今日はこちら、ドーン、秋ですね、長浜の秋芸術文化祭ということでね、続々といろいろなイベントが開催されますので、そちらを今日はねご紹介します。お、なんか巻物のようにずらずらと出てきたよ。お、楽しい楽しいさあ、それでね、今日の長浜、チャンネルのゲストをご紹介します。まず私の隣から、長浜市役所企画部障害学習文化スポーツ課の安藤梢さんです。こんにちは、こんにちは、ようこそ。あとさ何回目だ。今2回目です。2回目、あ、そうか、今回はね2回目ね、回目。はい、さあ、そしてお隣です。長浜文化芸術会館から3名お招きしております。まず、高田素顔さんです。こんばんは、ようこそ。さあ、そしてお隣です。山本いつむさんです。こんばんは、お願いします。はい、そしてもう一方、同じく長浜文化芸術会館から四季愛子さんです。はい、こんばんは、お願いします。さあ、このメンバーで、さあ、安藤さん、まずは今日は何のご紹介かと言いますと、引き続きですね、第2回目なんですが、長浜市の芸術文化祭の行事のご案内でございます。はい、もうあの広報なんかにもね、いっぱい載ってますけど、ね、これですね、これです、ね、すごいね、この数、こんだけあるんですね、こんだけあるんですね、はい、全部52のイベントございます。52のイベントでしたね、はい、その中から今日はピックアップしました。あ、そうなんですか。はい、もう結構半分ぐらい終わってるんですか。そうですね、もう10月半ばですので、うん、半分ぐらい、この辺くらいまでこの辺まで終わってね、まだでも残り12月までね、まあるってことでしたね、はい、今週末すごい多いですね。はい、あのやっぱりこういろんな、なんか自分の好みのものとかね、そうですね、はい、ね、見つけていただいて ね、本当いろいろありますんで ね、展示会からコンサートから、うんうん、落語会からいろいろございますね。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はその中から 1,2,3,4,5 つねご紹介していただくということで、はい、じゃあ順にお願いします。まずは高田さんから、はい、お願いします。はい、こちらですね、はい、どうぞ。はい、はい、事業団では、あ、11月7日金曜日に、長浜文芸会館にて長浜寄せ、桂文枝独演会を実施します。うん、毎年恒例の長浜寄席ですが、今年はラジオ、テレビでおなじみの6代目桂文枝を迎え、落語が大好きな方はもちろん、うん、初めての方や興味を持っておられる方、皆さんに上方落語の魅力を十分知っていただけること間違いなしの内容です。うん、午後7時より開演いたします。前売り券を全席して4000円で販売しております。残席わずかとなっておりますの です、お早めにお買い求めください。どうぞよろしくお願いします。はい、11月7日桂文枝さん来ちゃう、すごいです ね、はい、ですね。この文芸会館 の、あの、ね、寄せって結構いい方いつも来られますよね。ありがとうございます、ね、あの私は結構好きなんですけど、なかなかちょっとまだ長浜では見る機会が、あのスケジュールが合わないんですけど、なんか行きたいなと思いますね。どうぞよろしくお願いします、ね、おなじみのこの方ですよ、この方ね、昔は三枝さんでね、言ったんですよね。今は文枝さん、文枝さんですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ続いては、続きまして、うん、はい、11月15日土曜日に、同じく文芸会館にて、7名の若手音楽家によります、音楽の宝石箱、こちらを開催いたします。うん、午後2時より開演をいたします。前売り券は全席、これはこちらは自由席で、1300円、うん、今現在好評発売中です。で、本日はあの出演のされます小川陽子さんよりあのメッセージをいただいておりまして、ちょっと読ませていただきます。小山陽子さん、小山陽子さん、小山陽子さん、はい、この方ね、普段は、普段クラシックをあまり聞く機会のない方にも親しみやすい
プログラムとなっております。ソロありアンサンブルありで楽しい演奏会になっています。メンバーはフルートの小山陽子さんで、バイオリンの松本七重さん、クラシックギターの奥野隆さん、メゾソプラノの渡辺美和さん、マリンバ&パーカッションのデュオコスモ、お二人いらっしゃいますけれども、西岡真理子さんと西岡恵美子さん、そしてピアノの西村光代さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、もちろんお一人ずつでも十分ね、皆さんソロのでされるお力のある方々なんでしょうけど、はい、ここがこうなんかいっぱい集まってこられて、はい、すごくお得感がありますね、なんかね、てか宝石箱って書いてる名前の、ね、今回特にあの若手の7名を、うん、集めさせていただいての、うん、ソロアリアンサンブルっていう形ですので、うんうん、なかなかこうね、単独でクラシックのコンサートやっぱちょっと敷居が高いかなっていう気がね、はい、あるんですけど、こういう感じで若手の方々だとちょっとこうね、少し興味があるけど今まで行ったことがないっていう方にも行きやすい感じがしますね。はい、皆さんお綺麗ですね。そして私は今ここでアップで見てるんですけど、はい、ありがとうございます。11月15日音楽の宝石箱。さあ続きまして、はいはい、今度はなんかご家族向けかな。はい、ご家族向けです。はい、11月24日の月曜祝日の14時より長浜文化芸術会館にて歌う海賊団による、キッズ&ファミリーミュージカル、上演いたします。歌う海賊団は子育て応援をテーマに日本全国で活躍するファミリーミュージカルグループです。船長ことキャプテンウッチャルが仲間のクルーラとともに、会場の子どもたちやお父さんお母さん、一緒に歌い踊り参加できるミュージカルを繰り広げます。NHK などでも紹介されている歌う海賊団なんですが、うん、今回が滋賀県初上陸になります。うん、親子で楽しめるからこそ口コミで広がり続けている歌う海賊団の公演をぜひご家族揃ってご覧ください。チケットは一般が、2500円、中学生以下1500円、親子ペア券3500円の、全席指定席となっております。ご来場お待ちしております。はい、なんか面白そう、歌う海賊団ってすごい名前が、はい、楽しそうですよね。もうね、なんかイラストもね、ご紹介、もう皆さん楽しそうな劇団の方で、ね、皆さん楽しんでいただけると思っておりますので、ね、ぜひお願いします。はい、わかりました。11月24日ファミリーミュージカル。はい、そしてもう一つ11月ですね。はい、お願いします。こちら11月30日日曜日の13時半より、美和文化学習センター、リュートプラザにて人形浄瑠璃とんだ人形の秋の定期公演上演いたします。とんだ人形は、江戸時代に徳島県から伝来した、180年の歴史を持つ湖北の地での、伝統芸能です。滋賀県選択無形民俗文化財でもあるとんだ人形秋の定期公演、今回は団子売り、京成阿波の鳴門、つぼさが観音霊源記の3本に加えて、どのように人形を操っているかの解説もご覧いただける予定です。湖北に伝わる伝統文化、ぜひ身近に感じてみてください。こちらチケットは、前売りが1000円、高校生以下無料、全席自由となっております。こちらもご来場お待ちしております。はい、まさに長浜ならではの、ね、はい、催しですよね、これね、ステージね、ならではのものになっておりますので、はい、ね、こちらも素晴らしいですよね。はい、お願いします。はい、さあそしてもう一つ12月のご案内ですかね。はい、お願いします。鈴木さんから。はい、12月の7日日曜日にはマタニティ&タイニークリスマスコンサートボリューム4と題しまして、マタニティコンサートや絵本でおなじみのハラペコアオムシを歌とお話の世界でお楽しみいただけるコンサートを実施いたします。出演はフルートの梅本信子さん、バイオリン藤井智子さん、エレクトーン大滝真由美さん、クラリネット川辺優子さん、マリンバ&パーカッション中地智恵さん、ハープ村上ひろみさん、チェロ若松さよりさん、コントラバス篠江かなさん、また長浜学舎4歳児の皆さんにもご出演いただきます。ハラペコアオムシのワークショップでは河合真知子さんによるお話と、滋賀文教短期大学子ども学科2年生の皆さんにも協力出演をいただきます。開演時間は午後2時からです。大人ペア、ごめんなさい、親子ペア1300円、大人1000円、中学生以下500円となっております。ハンドベルによるロビーコンサートもございますので、ご家族の皆様でぜひお越しください。お待ちしております。はい、もうなんか12月の話題なんだっていう感じですね、はい、
これなんかマタニティへの対応なんか楽しそうですね。そうですね、お子さん連れで楽しんで、もうみんなでお楽しみいただける内容になってますので、ちょっと早めのクリスマスという感じですかね、はい、季節先取りで、はい、はい、いや皆さんなんかすごいお話分かりやすくて、もう さすがというかね。なんかあの黒っぽいのはあの文芸会館さんなんかあのあれですか、ユニフォームかなんかですか、男性陣は。いや、別段あの舞台陣は目立たなくて、ね、はい、じゃあそこの文芸会館だと皆さんこういろんな舞台のこう、ね、お仕事をされてるんですね。はい、ということで今日の、ね、長浜チャンネルは、長浜市役所の安藤さんと、そして長浜文化芸術会館の、ね、皆さんに長浜市の芸術文化祭秋の、ね、いろいろな行事についてご案内いただきました。いや行きたい、全部行きたい感じがしますね。はい、お気に入りをぜひ、ね、見つけて足を運んでみてはいかがでしょうか。以上長浜チャンネルのコーナーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いては週末おすすめ情報のコーナーです。どうぞ。ようやく席替えできましたね。さあここからね後半です、週末のおすすめ情報、今日もねいっぱいゲストをお呼びしております。天候盛りです。まずはお久です。お久じゃないよ、初めてですね。初ですよね。初めてです。はい、ご紹介します。長浜バイオ大学学園祭名工祭の実行委員のお二人です。まず委員長の林京介さんです。こんばんは。ようこそ。お願いします。お願いします。さあそして同じく実行委員の山原健吾さんです。こんばんは。ようこそ。よろしくお願いします。はい、まずはねお二人にお話を伺います。長浜バイオ大学名工祭学園祭ですね、はい、今年何回目なんですかね。今年で第12回を迎えます。あ、12回目か。そうですか。お二人何年生ですか。二人とも3年次生、うん、3年次生。あ、でも実行委員、うん、大変でしょ。すごいでしょ。まあ、なかなかですね。なかなかあっさりと言ってね、最近の若い子やな。さあ、まずは日時をね教えてください。今週末の、25日土曜日と、うん、26日の日曜日に、はい、開催いたします。うん、こっちね、これね、そうですね、はい、もうちょっと上、全般を、はい、この、チラシというか、これかっこいいね。誰が作ったの。長浜バイオ大学のグラフィック研究、うんうん、あ、じゃあ学生さんが作ったんだ。へ、ね、すごいセンスがありますね。25日、26日、今週ね、2日間ですけども、場所はもちろん長浜バイオ大学ですね。そうです、はい。はい、さあどんな内容なのか教えていただきたいんですけど、まずメインが、うん、とりあえずまあ25日になるんですけども、うん、はい、声優の山口勝平さん、うん、ちょっとね、お写真あるんで、はい、山口勝平さん、実は私知らなかったんだけど、なんか結構有名人らしいんで、何に出てる人？名探偵コナンの工藤新一ですとか、うん、犬夜叉の、犬夜叉役ですとか、うん、ランマ2分の1のランマ役で出られてまして、あとワンピースのウソップをやられてる方です。はいはい、ワンピースは私も知っております。そうですか。ワンピースに実はケイミーっていうね人魚が出てるんですよ。そうなんですよ。ネットで検索するとケイミーで検索するとまずその人魚がダーッと出てくるんですね。画像とかもダーッと出てきてね、はい、でよく最後の方にちょろっと私出てくるんですけど、ね、あ、そうですか。 山口勝平さん、あ、これは料金とか予約っているんですか。無料でして、当日25日土曜日ですね、うん、体育館前にて配布しております。あ、整理券をね、無料の整理券を当日25日の10時から配布ですね、はい、トークショーは午後2時からなんでね、はい、でもその整理券がないと入れない、まず入れないだろうということで、じゃあちょっと早めに、ね、行ってください。はい、さあその他にもね2日間いろんなイベントがあるそうでちょっとご紹介ください。はい、日曜日の方には、長浜を中心に活動されてらっしゃる、リファさん、うん、
が、ライブをしていただきます。これ初だよね。初めてです、ね、初。あ、今日、ね、この会場にも結構リーファファン、ね、多いみたいなんですけど。あ、そうですか。その他にも、まあ、学園祭ならではのいろんなステージものがあるようですね。そうですね。ちょっとかいつまでご紹介して、ステージは例えば、まあ、ウルトラクイズ、うんうん、あの、はい、普通にクイズの、うん、クイズとか、ね、私これねプログラム見ててね、この先生の一問一答ってこれ何？毎年あの教授の方をお呼びして、うんうん、まあ、いろんな質問をそうなんですか、してまた答えてもらう。あ、これは学生さんから、それとも一般の人から？学生、あの、はい、あ、司会の方から。司会がね、はい、そうね。それからダブルダッチっていうのは あれですよね、あの日本のね、ダブル縄跳びですね、はい、ダンスもあり、あ、ビンゴとか。そう、毎年ビンゴデラックスは盛り上がります。あ、そうですか。あ、もちろんなんか屋台とかもいっぱい、はい、はい、であとなんかちょっと今年目についたのがこの2つなんですけど、ちょっとご紹介いただけますか。まずこっちか、はい、25日の土曜日に、うん、献血をまた行っております、うん、滋賀はの若い方はあのなんか献血をしてる方が少ないってことなので、うんうん、またご協力をお願いします。なんかね、データによるとワースト2位なんだって、滋賀県の若者献血率がね。この機会ぜひね、はい。そして2日目の方が、26日は、の日曜日はフリーマーケットを開催いたします。これはたくさんの人が来るでしょうね。はい、ね。さて、もう一回最後にね、日時と場所とタイトルをおさらいしていきましょうか。はい、お願いします。じゃあそっちね、もう一回ちょっとお写していただいて、はい。まず名前が、第12回長浜バイオ大学大学祭、テーマは、エンドレスフェスティバル、うん、進化を続ける名工祭、うん、ということで、25日の土曜日と26日の日曜日に開催しています。うん、場所は長浜バイオ大学、はい、JR 田村駅の、ね、すぐお隣ということですね。入場無料ということですのでね、1日目が、午前10時から午後の6時、2日目はちょっと早くて午後4時ぐらいまで、ね、それまでということです。たくさんの方お越しください。最後なんかちょっとアピールしとく。なんか僕に会いに来てねでもね。なんかどうですか。そうですね。あのいつもいつでも本部にいますので僕に会いに来てください。おお、言った言った。林くん言った。じゃあ山原くんもなんかよく。あれまたあの例年通りあの軽音部のライブですとかいろいろ催しをやったりしてまして、あと人狼ゲームっていうのを今年ちょっと。香り種でやってるので、うん、よろしければまたあの家族連れでも来ていただいたら楽しめると思うんでよろしくお願いします。はい、わかりました。今週末土曜日曜ね、長浜バイオ大学の名工祭実行委員の、ね、お二人にお話を伺いました。参加者だからそろそろなんかゼミとかもね、そうです、終わったら忙しくなるって感じかな。そ、ね、まあ、その前にちょっとね楽しんで、はい、はい、燃焼ぜひ青春燃焼しちゃってくださいみたいな。はい、ありがとうございました。まずはね、バイオ大学の学園祭のお話でした。ありがとう、ありがとうございました。はい、続いてのね週末おすすめ情報参りましょう。続いてはね、じゃあそのお隣になりますね。あ、またなんか素敵なお着物姿で、はい、ああもう出番ですよ今。お父さん映ってますよ。お父さん、サザメさん映ってますね。すいません、はい、ご紹介しますね。はい、そちらでね、長浜町中フェスタの実行委員のさだなみやすひささんです。こんばんは、ようこそ。はい、はい、どうぞ。はい、もうそのままでいいですよ、はい、はい。そしてもう一人ね、お着物で登場してください。また同じく長浜町中フェスタ実行委員の佐治茂子さんです。こんばんは、ようこそ。はい、はい、お願いします。はい、さあ、まずこれどういったイベントですかね。これ、例年はいつもあの昨年までは長浜の公民館祭りということで、うん、公民館を中心に、さまざまな活動発表の場ということでさせていただいたんですが、今年は名称も新たに、うん、こうですね、長浜町中フェスタということで、はい、まあ、公民館が本来あの障害学習の場でありますので、長浜の町の中には今4000世帯9000人を超える人々が住んでおられますので、その方がみんなこの10月の26日に
公民館を中心とするこの場所に集まっていただいて、いろんなことを学ぶ、そして交流する場を作ろうということで、今回街中フェスタというのをさせていただきます。はあ、なるほど。公民館祭りの時、私も1回2回ぐらいね、ちょっとお邪魔したことがあるんですけど、はい、またさらに今年はなんか規模が大きくなって、バージョンアップしましてね、公民館は元より、うん、長浜小学校の体育館、はい、それと西中学校の体育館、うん、この3会場を使いまして、うん、たくさんのイベントがありますので、はい、まあ、イベント内容はまた佐治さんの方がお話をされますが、あ、はい、これはまあその募集しましたポスターなんですよ。最優秀のポスターなんですけども、うん、こうしてとにかく見ていただいて分かりますように、うん、もう男の子も女の子もお年寄りも若い人もみんなが楽しめる一日を作ろうということで、うん、このフェスタを開催をいたします。はあ、すごい楽しそうな絵ですね。ポスター通りでございますので、このイメージで当日を、お越しいただきたいと思います。わかりました。じゃあちょっと佐治さんから、ね、何があるってちょっとずらずらと言っていただきましょうか。たくさんあってね。じゃあちょっとこちらね、はい、うん、あ、手持っていただきましょうかね。じゃあね、そうですか、せっかくなんで、はい、はい、すいません、こちら、はい、佐治さんの方、はい、ね、はい、たくさんのね、ちょっと、はい、催し物があるんですが、はい、持ってあげていただけると、ててい、はい、はい、お願いします。行きましょう、まずはこれ長浜地域づくりっていう協議会があるんですから、うん、はい、その中で4つの事業があるんです、うん、まあ、固い話なんですけど、うんうん、それで私は環境部に属してるんですが、はい、そして何ですかあれは、うん、いろんな福祉部とかいろいろ事業部のこの結構かこの街中フェスタで発表する場でもあるんです、はい、なるほどね、はい、日頃のね、いろんな取り組みをね、はい、楽しく、うん、学べるっていうのが、うん、はい、なるほど、一番いいことかと思うんですけど、例えば自分のとこの部で紹介して悪いんですけど、はい、はい、どうぞ。環境部はね、うん、今年もまた省エネとかの対策で、うん、いわゆるグリーンカーテンですね、はい、はい、そういうのを募集して16件の人の発表、それでグリーンカーテンをして実際ゴーヤとかね育ててどんな結果があったとか、はい、それともう一つは今更なんですけどゴミの分別ですね、うんうん、あれが正しく行われるかということでちょっと空き箱を置きまして、特にゴミにほど遠いねお父さんとかに、うん、これはどこ入れるんですかっていうのをやってもらおうかなとか、はい、思ってます。濃いですね、なんか結構迷ったりして、はい、身近で、はい、子供ちゃんの方が多分詳しいと思いますけどね。子供とか女性は関心があるんですけどね、うん、はい、はい、そういうだからその時に皆さん迷ってるゴミも持ってきてほしいんです。あ、なるほどね、はい、例えばこの保冷剤とか、うん、こうどこ入れたらいいかとか、はい、はい、こちらのゴミの分別の調整は、はい、ね、西中学校の体育館の方ですね、はい、そうなんです、はい、分かりました。それぞれの部分がね、西中の体育館で発表しております、うん、はい、はい、ました。それからその他にもなんかいっぱい公園とかね、はい、まあ、まず公園とかいっぱいあるんですけどね、はい、消防車が来ていろんなことを、うん、はい、ちょっとこのタイトルだけダーッと言っちゃいましょうか、はい、ね、はい、まずは街中バザー、そうです、ね、バザーもあるし、ね、はい、なんか規模が多すぎてね、どれから説明していいかわからない、はい、もうタイトルだけバーッと言っちゃったら、はい、多分聞いてる人は街中バザーですね、うん、そして長潮の体育館ではいろんな、うん、コーラスとか、うん、歌をよさこいの歌とか、うん、はい、もうみんな参加型で、はい、ステージですね、はい、日頃の、はい、それから何といっても食べ物だと思うんですね、うん、振る舞いのお餅ですね、はい、無料で振る舞われますし、はいはい、フリーマーケットもありますね、はい、フリーマーケットもありますし、あとなんかキッズ体験コーナーとかも面白そうですね、はい、子供さんがね、いろんな手作りのそういうコーナーもありますしね、いろんなコーナーがあります、はい、そしてニュースポーツ楽しむとかね、本当にたくさんのイベントがありますので、はい、はい、ぜひ楽しみながら、そして食べ物もねたくさん出てるんです、カレーライスとか、うん、そして去年からですけど福島県の浪江、福島県から被災でこっち長浜に住んでおられる方があるんですね、うんうん、その方の焼きそばとかね、はい、うん、とても人気があるんです、はいはい、じゃあちょっと場所をねきちんと言ってきましょうか ね、はい、ね、長浜、そこは私の方からちょっと、ね、はい、ご案内しましょうかね、長浜公民館と西中学校の体育館、そして小学校の体育館の3カ所、はい、という方ですかね、
ステージもありますし、ね、模擬店もいっぱい、それからね、あのやっぱり、架空請求詐欺に遭わないための講演とかね、災害時の応急処置法なんて、その講習とかもね、はい、役立つ内容もいっぱいあるみたいで、合ってますか、これで。合ってます。はい。はい、じゃ最後にちょっとあの一言ずつなんか、じゃあ、はい、もういっぱい出るね、はい、どうぞ。とにかく、盛りだくさんで、市民が本当に普段やっておられるその活動を、みんな一緒に体感して、学んでいただいて、楽しんでいただこうというイベントですんで、10時から、お昼の2時30分までやってますので、ぜひお越しくださいませ、はい、お待ちしております。10月26日長浜町中フェスですね、はい、たくさんお越しください。どうもありがとうございました。お待ちしてます。すごい賑わいそうですよね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあお待たせしますね、もう一組です。今度は前原からね、一人、はい、来ていただきました、ご紹介します。震災で消えた小さな命展実行委員の香取美和さんです。ようこそお越しくださいます。お願いします。さあ、まず香取さん、この、震災で消えた小さな命展というのはどういう内容ですか？はい、震災で亡くなった動物や、動物などを、画家さんや絵本作家さんが描かれて、でそれを展示して皆さんに見てもらうという、そういう展示会ですね、はい、これ東日本大震災ということですね。もうあれが起こってからもう何年3年ですね。3年経ちますね、はい、2011年でしたからね、はい、あ、そうなんですか。日時と場所は、はい、25、26日、9時から午後5時まで、前原公民館で展示してます。それからのイベントとしまして、25日の午後2時から午後3時30分まで、大ホールで絵本作家さんの宇佐さんと、滋賀県在住の、市井美香さんの絵本の読み聞かせや、ミニ講演会、それからトークショーなどを、開催します。はい、もともと香取さんがこれをやろうと思ったっていうのは、この何ですか、今出た宇佐さんっていう方が、はい、これをそうですね、ね、ちょっと伺いましたけど、はい、その震災が起きてからボランティアで行かれて、で、はい、いろんなこう動物が亡くなったりとか、うん、あと避難所になんか入れなかったり、うんうんうん、ね、動物はね、うん、でそれで亡くなったりとか、うんうん、避難所に入ってもなんか一緒にこうね、できなくて死んじゃったりとかっていう、うんうんうん、そういういろんな思いをこう絵に込めて描かれて、うんうん、でそれを展示しています、うん、はい。この宇佐さんっていうこと、結構なんか絵本作家で、はい、お名前よく聞きますね、はい、はい、でこの、ね、持ってきていただきました、はい、はい、このこの展覧会で、うん、できたこの絵本なんです。今年まだ出版されたばかりです、はい、僕は海になった、はい、これどんな話なんですか？はい、震災で亡くなって、で、なんか思いはね、うん、この動物の思いはこう一生懸命思ってるよっていう、ね、一生懸命探してる、うん、お姉さん思ってるよっていう、そういう動物から見た絵本ですかね、はい、ね、よく飼ってるペットは、まあ、家族だっていうふうに、ね、言いますけどね、はい、香取さんもね、はい、ペット飼ってらっしゃいますよね、はい、なんだっけ、はい、猫ね、はい、はい、ね、黒い真っ黒の 黒ちゃんと大吉とおります、ねね、はい、私も 2匹猫いるんですけど、はい、なんかそういう絆を感じるような、そうですね、そんな感じかな、はい、ね、普段はね、なんだかこう鬱陶しい、あーもうみたいなベタベタとね、あるけど、でもやっぱりなんかこういうそういう何かがあると、やっぱりそう、はい、家族同然の思いっていうのが、ね、そう、その湧いてくるかな、ね、その思いを絵に表して、うんうん、でやはりこの展示会で見てもらうと、うん、絵から伝わるものがすごくあります。で、うん、やはりそれを見て、そういう事実っていうか、そういうことを知ってもらう、うんうん、いろんなね、うん、
もそういうことを知ってもらう、うん、皆さんたくさんの人に見てもらいたいと思います。なんか、ね、はい、命の、ね、大切さみたいなものでしょうかね、はい、で市井美香さんもこの方も、ね、はい、あのよくお名前聞いて、はい、今確か滋賀にお住まいで、ね、そうです、聞きました、はい、猫ちゃんと、うん、そうあの、はい、住んでみます。また可愛い。これが、当日読み聞かせしていただく、はいはい、両方ともあの、あ、そうなんですね、はい、はい、これなんていうタイトルですかね、これは、うん、あの猫のピカリと窓の星っていう、なんかちょっと絵の感じが独特な感じですね。そうですね、はい、ちょっとなんかチラッと開けて見せていただいてもいいですか、チラッとだけ、チラッとだけちょっとね、はい、ちょっと見えますか、はい、これなんだろう、なんかちょっとあの版画っぽいような感じもしますけどね。そうですね、なんかこう引っかいたみたいな、引っかいたみたいなね、うん、はい、あの腹ペコ猫のピカリちゃんがちょっとあちこちね、家をこう巡るという、そうで最後、最後はなんかあったかい、あったかいね、はい、はい、そういう話、はい、はい、これは、入場料金とかは、あ、無料なんですけども、うん、このえ運営はすべてあのチャリティー募金で、うん、あのしてますので、はい、ぜひ皆さんあのチャリティー募金の方よろしくお願いします、うん、はい、こちらは、募金は、東日本大震災復興支援に使われる、ね、ということですね、はい、わかりました。じゃあもう一回ね、最後チラシちょっとね、はい、ご覧いただきましょうかね、はい、はい、もう一回じゃあ場所と日時とお願いします、はい、はい、米原公民館で、25、26日9時から午後5時までしてます。それから、イベントとしましては25日の土曜日午後2時から3時半まで、はい、読み聞かせとか、ミニ講演会トークショーもしてます。はい、はい、皆さん来てください、はい、東日本大震災復興支援チャリティー、はい、震災で消えた小さな命展ですね、はい、たくさんの方に、ね、お越しいただきたいと思います。どうもありがとうございました、香取さん、ありがとうございました。はい、私からご案内しましょう、10月の30日来週の木曜日ですね、ワークショップマイコースターを作ろうというイベントが開催されます。場所は長浜市七条町にありますグリーンピア辻さん、辻修行さんの共生の里です。これはですね、なんと天然の綿を紡いで作っていくコースターなんですね。昔から先人の知恵で作られてきた道具や手仕事を大切にしたいと思い、種から綿の木を育て、できた糸は自然の草木や花で色をもらい、つまり草木染めですね、そしてそのできた糸を手織りで布を作って身の回りのものを手作りしているという生活文化の伝承をされている工房つなぐさんが主催されます。綿から糸へ、糸から織へ、世界に一つだけのね、マイコースターを作ってみませんか。今回はこの共生の里さんに植えた綿の収穫もするそうなんですね。でその後皆さんで一緒にこのコースター作り、この今写真ね、ちょっと上の方に写ってますよね、こんなこう素敵な色合いのコースター、ね、オリジナルで作れるということです。詳しくは、グリーンピア辻さん、辻修行さん、電話 0749-64-1136 番までお問い合わせください。ワークショップマイコースターを作ろう、10月30日木曜日午前10時から午後3時までのお知らせでした。以上、週末おすすめ情報のコーナーでした。さあまたね、あ、たくさんまたね、皆さんにお揃いいただきました。さあ、でまずね、チャットちょっとねご紹介しようと思います。今日はすごいいっぱいにいただいてありがとうございます。まず予後芸術村、26日に行く予定です、はい、ぜひね楽しんできてください。それから気遊会の皆様、今日も着のもの素敵ですねっていただいてますよね、はい、皆さんの全身コーディネートを見たいっていうお声もね出てました、ね、また後で写真撮ってね、あの Facebook とかねアップしていただきたいと思いますね。から本当に長浜はイベントがね多いですねっていうね、本当ですね、ね、あの、まあ、長浜もそれからね米原もねたくさんありますね。あ、しげこさんお久しぶりですって、なんか出てますよ、伏木さん、しげこさん、あれどこに空いた、しげこさんって、しげこさんね、うん、あ、ごめんなさい、サジさんね、ごめんなさいね、はい、あ、なんか不安化する、ね、はい、でその他にもいっぱいね、あのチャットいただきまして、どうもありがとうございました。
さあそれでは気になるね週末のおすす、イベント今日は週末の天気参りましょう。はい、あめぐちゃんはいお願いします。はい、はい、今週末の湖北の天気いきます。10月25日土曜日、晴れ時々曇り、最低気温12度、最高気温22度、降水確率 10%。 10月26日日曜日、曇り時々晴れ、最低13度、最高23度、降水確率 30%、うん、っていう感じですね。今週ちょっと天気悪かったんですけど、週末若干良くなりそうですね。晴れ、ね、時々曇りなんで、ね、うんうん、25、26、本当あちこちでイベント多いよね。はあ、ねえ、めぐちゃん予定は？またまたお仕事全然お仕事、しかもイベントをね、お仕事のところでイベントが行われて、ね、あーそうなんですね、はい、いやいいじゃないですか、いいじゃないですか、はい、ね、合間に楽しめる時間はありますか？休憩中ぐらいの時間の休憩中だけですねそう、そうどう、ね、そういう合間にちょっとこうやるっていうのは、その極意は今度私がちゃんと教えてあげるわまあね、これもこれね、前回ご紹介しました、今度あの木の本の七本槍祭りなんてのありますね。よかったらこちらもね、じゃ来てくださいね。ちょっと私も PR しちゃったですね。さあ、なんか皆さんもう言い足りないこと大丈夫ですか？もう全部ちゃんと言い尽くした、いいですか？皆さんあの遠慮気味ですね。もっと弾けちゃっていいんですけどそうですね、来週の、予告参りましょう。来週は何なかった、いいですか、どうですか来週ね、10月最終週29日ですね、長浜のお庭巡り、うん、長浜のお庭巡りのね、第3巻がこのほど出版、うん、出版されたということで、そちらの特集、そして秋も深まってまいりましたので、おすすめ紅葉スポット特集などをしたいと思います。皆様のね、とっておきの紅葉スポットなんかもありましたら、よかったら教えてくださいね。それでは夜も更けてまいりました。今日も10分オーバーしちゃった、はい今日はこの辺で、それではまた来週、おやすみなさい、来てね週末ね、はい、おやすみなさい。